こちらのびのび広報室、世界中のいろんな部署からいろんなお客様を迎えするコーナーです。カフが上がってなかった、上がらずに叫んでいただいた、ごめんなさい生野菜。はい、ということで今日のお客様は上田圭介さんです。はい、よろしくお願いします。ジュノンスーパーボーイコンテストのファイナリストに選べた。はい、うん、ね、すごいですよ。大阪の出身なんですか。はい、東大阪です。東大阪。はい、この間の地震は大丈夫やったんですか。はい、うちはもうすぐ連絡取り合って大丈夫だった、うん、ということだったんで、はい、揺れてるとこビュッてケイスケさんが止めに行ったの。すごいパワーです。それはもうスーパーボーイですか。ジュノンね、ジュノン何でも持ってますね力。すごい、スーパーボーイ、何でもやります。何でもやりますって、すごいですよね。すごいですね。まあ、あれですよね、本当に可愛い、そうなんですよ、感じ男の子っていう感じですけど、ね、はい、今年はもう割と言ってるんですね。もうそこそこですね。28。見えないですよ、ね、はい。見えないね。見えない。22、23に見えるよね。だいぶ下ですよね、じゃあ。未だにだから年齢確認とか、コンビニでビールでも買おう思うなら、されますね。免許証。はい。だからもう割と免許証スタンバってるんで。ほんま、はい、まだかみたいな感じで。そうなんですよ。はい、半分嬉しいような、なんか、ええー、とかって、まだ大人に見てくれへんの、うん、みたいな。そうですね。複雑なところですよね。はい、これどうやって選ばれるんですか、ジュノンスーパーボーイって。スーパーボーイコンテストですね。これはですね、もうその、書類送って書類選考受かってから、うん、半年ぐらいはもう、読者投票のみで、読者が選ぶ、ファイナリストって、最終予選まで行けるのが10人と、あと敗者復活含めて、11、12人とかなんですけれども。敗者復活があるのは知らなかったですね。あるんですよ、これが。あ、そうなん。僕、敗者復活言ってから、10人の、他に、敗者さんとか OK なんとかって違う。まあ、一瞬そう思ったんや。ごめんなさい。口にしたんが悪かった。でも思ったことは口にしないと。そうなのね。思ったこと口にするようにしてんね、今。なるほど。そりゃそうです。そりゃそうや。そうです。はい。はい。すごいやんか。いやいや。ということはもうほんまもんということじゃないですか。でも雑誌の人気投票って怖いですよね。そうですね。写り悪かったらもう終わりなんで、それこそ、その時に。写真だけ。写真だけですね。あとなんかもう2、3行の文章と、みたいな。はい。すごいよな。すごい戦いですね。はい。でもこれ自信できるやろな、こんなスーパーボーイでファイナリストに選ばれる。だってジュノンスーパーボーイコンテストで優勝してる方はもちろんですけども、うん、すごい皆さん売れてますから。そういうことだね。すごいみんな注目してますのでね。うん、はい、でもね、本当にいろんな才能があんねんな、ケイスケさんはね。今まで100本を超える舞台作品に出演したりね、はい、すごいですね、はい、アニメとかゲームの声優としても、うん、はい、大活躍と、はい、はい、ありがとうございます、いうことですよね、はい、でラジカンで、そうなんです、ラジオやってるんですね、はい、ごめんなさい一回も聞いたことないです。正直だ。ありがとうございます。毎週土曜日、はい、午後10時からですね、はい、これは田和田秀也さんです。そうです。はい。と一緒に。はい。へえ。上田圭介、田和田秀也の上手か下手か。上手か下手か。上手か下手か。下手か。下手って。危ないですね。えらい長いタイトルやねこれ。そうですね。なんかせっかくそのラジカンさんで持たせていただくっていうことで、うん、やっぱ二人とも関西人なんで。あ、そうなん。田和田さんも。はい、そうです。それで関西っぽくっていうのはなんやっていうのと、あと舞台俳優なんで、その舞台用語を取り入れてみようかっていうので、でタイトルいろいろ考えたんですけど、はい。自分たちで考えたんですか。考えました。この決まった、何個か案があったんですけど、この決まったやつも一応私が命名させていただきました。上手か下手か。はい、で、上手なんですね。上手の人です。上手ね。上手ですよね。はい、上手下手って分かりますか、舞台の右側か左側かってことですよね。そうです、そうです、そうです。どっち側が上手？どっち側やろ。いや、上手って書くじゃないですか。はい、上手、はい。上手な人が上手に。おぉ上手な人神手やろ、神手です、はい、そう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 、そういう具合に思っといたらいいんです。なるほど。恥ずかしいな、だいぶわかりやすい今のねえ、はい、そうですか、はい、いやでも
どうなんですか今も楽しくてしょうがないんちゃいますかこれ。いやそうですね、もう本当にありがたいことに、うん、でも忙しいんでしょ。いろいろそうですね、東京の方でもお休みあるんですか。あでも、もうマネージャーにもう無理っていう時はもう言うんで、はい、いやほんでねまたね28歳ってね、無理が効くんですよ、はい、でも信郎さんだって同じぐらいの年の時とバリバリ忙しい時でしょ。僕も今無理聞かないことが分かったもん、この間もうね地震のもう全部食器ガラスの破片を回収してね、はい、頑張りましたよね。12時間かかりましたよ。うわ、さあかかる、よく12時間で収めたって感じですよ。いやだって次もね、仕事行かなあかんやろし ね、 ね今やっとかないとね、足元が危ないし、そうですよね。それがたたって結膜炎ですわ、呼んでくれたらスーパーボーイが行ったのに。なんでやねん今なおちゃん私が行ったのにって言うのよ。そうですよね、人に任すなよ、はい、いやスーパーボーイやからむちゃくちゃ綺麗ななんでやねんでしたね。いや何でもやってすごい綺麗にやってくれそうな気がして、ねね、やっぱ無理は聞くのはこの年齢ですよ。はい、頑張らせていただきます。でまた 2.5 次元界を代表するアイドル初めて言われたんですけど、はい、2.5 次元ってもう今すっごいんですよ。どのあたり 2.5 次元って 2.5 次元っていうとアニメの世界を現実との間ですよね、うん、そうですね。だからもう美しいんですよ、美しいの、美しいね、美しいだから普通の、いや変な話、普通のビジュアルの人がやるとめちゃめちゃブーイングが来るんですよね。あそうな、僕 2.5 次元っていうと早弁してましたからねそれ授業ですよ。いや2時間目と3時間目の間ちゃうの、時間割り、時間割り違う。その時にもう腹減って腹減ってしょうがなかったよ、まあ、お腹すきますからねその時間ね、 2.5 次元で、はいはい、まあ、多分あのね、ケイスケさんが 2.5 次元目に早弁してても美しいと思いますけどほっとけすごいすごいんですよ、はい、ね、はい、すごいね。ということはね、この 2.5 次元界のアイドルっていうこともあるので、うん、イメージを壊さない、うん、こうなんていうんですか、こう生活っていうんですか、いやいや様相っていうの だいぶ制限あると思うんですよ。ああそうやるね。いやそんなないですよ。ないですか。どうしてるのそういうの。自分抑えないとダメでしょもう。まあそうですね、そのそお芝居をやってる時とか、うん、その格好をしてる時、その役のキャラクターの格好をしてる時はもちろん守るんですけど、やっぱり、うん、でも自分上田圭介っていうもの自体はそんなに小綺麗なものではないと思ってるので、はい、あそうな、全然居酒屋行って何頼むたらタコワサと枝豆ととりあえず生みたいな、あそんなとこは見たくないよね全然もう、まあまあ、トイレも行きますから、嘘それは言うとあかんて僕はトイレに行きます。あかんかん、行ったらあ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 かん、はい、もうお尻から出てくるのは、もうハートとかマシュマロとかマシュマロですよね、そういうもんですよね、ハートが出てくるとかね、 その世界ですよね。もうファンはもう何言っても美しいものしか想像しないと思う。そうやろね、はい、あのファンを裏切れないっていうのはありますか。あもちろんそれはありますね。でもなんかトイレすんのも上田圭介やで、お会いしてくれる方々の方ができれば嬉しいかなっていうのは、そうやね、はい、思いますね。もういやそれはそうですよね、はい、生身もね、生身も裏側もね、もう弱点も愛してほしいよね、丸ごと、うん、丸ごとね、はい、うんうんうん、おいで、あの何ですか今、はい、あの A ミュージックっていうのがある、うん、そうなんです、 A ミュージックです。これ何なんですか。これあの関西の AM5 局が、うん、はい、毎月あの選考会で選ぶんですよ、はい、どの曲プッシュするみたいな、へえ、でそれで選ばれた今月の楽曲が、うん、ジュヌーンなんで、各曲、そうなんですよ、各曲が選んだということで A ミュージック、そうなんです、だから関西の AM 放送局全局で今月めちゃめちゃ流してるんですよ、はい、はい、いいなぁ、いいなぁこれ選ばれたら得やなこれは誰が選ぶんですか。もうその各局選ぶ、各局の方々が集まって会議するんです。多分偉い人たちですね。そうなの、偉い人たちが、はい、もうあの多分あの上田いいんじゃないみたいな感じで、もう
じゃあケスケで行こうよ。そうそうそう、ケスケで行こうよ。うちもケスケで行こうよ。あ、そうですよ。いう感じですか。そうですよ。はい、じゃあその曲聴いてみたいな。あ、ぜひ聴いてみたいですね。はい、はい、はい。じゃあ、はい、ちょっと曲紹介をしてもらえますか。はい、そうですね。僕が初めてメジャーデビューシングルとして出させていただきました。こちら作詞も担当しましたので、ちょっと詩の方も注目して聴いていただけたらなと思います。はい、上田圭介でスタートライン時の足立です。